はい、どうも、こんにちは。古城憲孝です。新クラス解説の CM でございます。私の隣で緊張気味のこの男は、はい。はい、奥平と申します。パチパチパすチみません、パチパ自分チ。で拍手してた。いいよ。おととしの年末までインストラクターやってて、で、今月の9月10日から、土曜日の8時から1時間ですけど、タップクラスを再開させていただきまして、よいしょ。ここで拍手。いいで毎す。週土曜日の20時から21時、タップ初級クラスだね。そうで、レベル的には星1？ 星 1 1、位。初心者はい。でも通えるそうレですね。ベルクラスということですね。そうですね。1時間クラスで、ウォームアップして、そうですね。ウォームアップしで、て、振り付けに入りま振りす。付けに入る。第1回目の振り付けは振り付け何になるんは、ですか？雨に歌え切った。ます。やっちゃ やっちゃいますか。う？ 雨に歌えばやっちゃ雨う。に歌えば。これは流行るね。流行りますか。 いや、もう雨に歌えば自体は流行ってるからあ、そっか。ね。雨に歌えば自体はもう、そうそうミュージカルでも有名ですしね、ももちろん、あれでもうね、タップは広まったと言っう。ても過言ではない。まあ、あれだけじゃないけど、知ってる人もたくさんいるでしょう。憧れているナンバーで確かに。そうですね、シーン踊っゲイてトみね。たいという方もたくさんいると思うね。がたい的にはさ、ジン・ケリーに似てるよね。あ、どうなんですかね。俺さ、奥君結構がたいいいと思ってんだけど。最近、鍛えてはいるんです鍛えてんよ。の？そうなんですよ。無駄にそうジなム行っの？てますよ無駄ね。に、無駄じゃないよ。ベンチプレスやってます。あ、そう。はい。上げてんの？上げてます。あ、そう。やっぱり、ジンケリーやるには鍛えてくるんだね。そうですね。ちょっと前。映像があるんだよね。傘持つから、傘、あ、傘鍛ね。えないといけないかもしれなるほどな。そんな重い傘持たない。何キロか、もしくは、言ってると称して、傘ぐらいの重さしか上げてないってめっちゃ筋無トレ駄だ。だ、そのジ無駄ムなんのですね、それ月は。額料金。家で傘あげろや。はい、ということで あ、そう。ね。おっくんのチャンネルで、ちょっと振り付けの紹介、頭やってんだよね。そうですね、やってますね。触りぐらいですけど、それぐらいね。ちょっと見てみる。はい。ここで流せますんで。今ね、薄く裏の BGM 流れてるのは、私が大好きでやまない、ザ・ノブ。尾辻信行のフリーマンっていう曲ね。これまた別で。すげえちっちゃく。ちょっとお願い。じゃあちょっと、これな。そうですね。ちょっとまだね、YouTube の音楽は流せないんですよ。なので、音なしで流すんですけども、一応概要欄に、このリンク貼っときますんで、それでちょっと見てみてください。じゃあ振り付けがどんな雰囲気だかだけね、見てみましょう。スタート。今ね、奥くんが音楽かけて、今もドゥ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 トドゥ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 
I'm singing the land, singing the land, da da da, みたいなぐらいのとこだね。ちょっとわかんないけど。あれってあったやつ。はい。というね、我々のなぜか鼻歌でお送りしましたけれども。鼻歌でしたが、まあ、あんな感じで。
概要欄にちゃんとリンク貼っておきますんで、そっちでもちろん音ありでね、見れますからね、そっちで見てみてください。はい、よろしくお願いします。振り付けはあれだね、はい、あの、完コピというよりは、うん、要所要所、そうですね、使いつつ、はい、あの、シンギング・ザ・レインの、あのジーン・ケリーが踊ってるやつの、まあ、要所要所なんか、その、真似できたらいいなっていうの。うん、ね、いいとこ取りして、ちょっと難しくてややこしいなっていうところは簡単な振りに直して、そうですね、全部頭からお尻までいつけんの、そうですね、お尻一曲まで1曲踊れるっていう、そうですね、あ、ね、はい、あ、いいね、割とそのタップというよりは傘をなんか使ったアクションを多めにやっていけたらなと思ってますね。ああ、なるほど、ね、なるほど。え、ってことはレッスンに傘が必要？あ、でもレッスン一応傘何個か持っていく予定がいます。ここに置いておく、はい、ここのスタジオに、まあ、はい、まあ予約もね、だいたいね、レッスン、まあ、3、4人来てもね、うんうんうん、来ても6人も来たらもうめっちゃ来たっていう感じだから、まあ6本あるよ、あの、なかったらなかったで、その、まあ、ステッキとか、そういうのもあるしね。そうですね、代用できたらいいかな、ね、ね、ここで6人で傘開いたらもう、踊れない。そうですね。ちっちゃい傘とかで、なんか、なるほど。子供用の傘とかでもいい、うん、いいかもしれないですね。よくあの、頭にこう、傘つけて、なんか、ゴスロリの。そうですね。つけて。頭。あ、いいですよ。それもいいですね。これ。カッターでも逆にむずい、逆になんかあの笑い笑っちゃう。傘でこうやってさ、床と足のステップでリズム取るのと全然届かない、届かないすげえ前屈しなきゃいけない。それはそれで大変だな、あ、うん、それも見たいけどということで、もう今度の土曜日からだね、9月の10日、はい、うん、9月の10日土曜日の20時からでございます。スタジオのホームページからご予約いただけますし、まあ飛び込みで来ても受講多分できる、はい、絶対いるしね、そうですね、うん、飛び込みでも全然、まあ、とりあえず予約の仕方わかりませんでしたって方は飛び込みでもいらしてくださいということで、はい、これから毎週始まっていきますね。そうですね、はい、奥平たけし、いいじゃん、いい名前じゃん、はい、奥平たけし、はい、たけし、たけしね、たけしの名前まんま何、いいじゃん、たけし、ダメだろ、あんまり、なんかやっぱ小学生ぐらいの時って、うん、なんかもっとやっぱかっこいい名前に憧れたりとか、なんか龍馬とかそういう龍とか憧れて、ああ、龍でそういうね、龍系のね、そう、龍系ね、ラリルレロ系の、ラリルレロ系ね、たけしいいじゃん。そうですね、まあ、いい思い出じゃないの？あんまり。あんまり、いやー、別にそんなわけでもないけど、まあ、もうちょっと、まあ、昔はそういう時期ありました、ね、まあ、今はもう全然いいですけど、たけしで。たけしでいいやっていう。本当は龍馬が良かったでしょ？龍馬とかそういう、昔、本当のその小学生ぐらいの話ですけど、今はもう全然いいですけど、ね、はい、そうそうそう、いいと思いますよ、たけし。奥平もなかなかいい、ね、そうです、いいと思います。ということで皆さんぜひ、奥くんね、これは奥くんっていつも呼んでるんだけど、奥くんのクラスね、ぜひ受講にいらしてください、土曜日の夜だから、まあ遅いっちゃ遅いけど受けやすい人もいっぱいいると思うね。そうですね、ちょっと深い時間なんでね、まああんまり無理しないでって感じですね。まだコロナとかもまだあるから。なるほど、そうですね、気をつけながら、はい、ということで、では奥くんの毎週土曜日20時、タップ初級クラス、はい、よろしくお願いします。では皆さん、また。あ、そっかそっか